説明の部分だけカットされたので、僕ただ引き出しを開けただけの不審者になりましたけどね。はい、どうもこんにちは。東大生クイズ王の伊沢拓司です。今回はですね、本編ということで、本編というかもう、ちゃんとした、あれということで、僕はまあ、例によって何をやるか全く知らないんですが、前にはボタンが2つ用意されております。じゃあ何をやるのか。から教えてください。はい、今日やるのは、イザ耳学ですね。わかります。わかります。どういうことをやるのかは、まあ、これでなんとか、はい、でも、林先生の初耳学みたいな感じで、伊沢さんにクイズを出しますので、はい、知ってたら、知ってたよってことで丸を押してもらって、はい、やらない、初耳だという時は、バツを押してください。はい。伊沢先生が知らなかった情報は、イザ耳学に認定する。なるほど。じゃあもうこのようにイザ耳学はほぼ存在しないということですね。強気だ。はい、僕も日曜のね、ゴールデンからプライムを独占していけるように頑張りますよ。はい、まあまあまあ、でもどんな問題が出るか分かんない分にはね、いや、いけるでしょとかいけないでしょとかもうすら言えないですからね。なんでまあちょっといけないかもしれないということだけは先に言っておきたい。予防線はもうバリバリ張っておきたいですね。自信満々に言ってほしい。いや、だってなんか誰も知らんわって問題が出たらどうしようもないですからね。まあ、そうですね。早速いきましょう。第1問です。はい、スリッパは実は明治時代に作られた日本発祥の履物です。ではなぜこんな履物が考案されたでしょう。伊沢先生、説明できますか。これは知ってます。じゃあ説明お願いします。はい、スリッパはですね、もともと外国人など、外国はね、靴のまま部屋の中に入りますけど、日本は家の中土足厳禁ですから、あれはもともと靴を履いたままスリッパを履くことで、土足でも室内に入れるようにしたという道具なんです。伊沢先生、その説明お見事です。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。ちなみにじゃあなぜスリッパというかとか、あれですね、スリッポンと同じで滑り入れるからスリップ、要するにタイヤが滑るスリップと同じってことですよね。おお、正解です。はい、問題です。はい、錠剤の薬を買うと瓶の中にビニール袋が入っていることがありますが、これは何のためのものでしょう。伊沢先生、説明できますか。ちょっと待って、できるけど、今パッと出てこないから、ちょっと待って。では、説明をお願いします。はい、これは、例えば薬の瓶とかに、スペースが空いちゃうと。要するに、ギッチギチに詰まってたりとか、するわけじゃないときに、薬の瓶の中で輸送中に薬がこう揺れると傷ついちゃうと、傷がついて欠けちゃったりするので、それを防ぐようにあれが入れてあるんです。クッションとあとスペース埋めの両方の役割を持っているはずです。伊沢先生、その説明お見事です。ありがとうございます。いやそのあたりもね、僕だって鼻高で他人の家に上がり込んで勝手に引き出しを開けて薬箱から薬の瓶を取り出して、中に入っているくしゃくしゃのビニール袋はいらねえから早く捨てろっていう説明をしたことがありますからね。ありますか。はい、ただその説明の部分だけカットされたので、僕ただ引き出しを開けただけの不審者になりましたけどね。はい、それでは次の問題参りましょう。問題です。ボーリングは、昔9本のピンで行われていました。では現在の10本のピンに変更された理由は一体何でしょうか。伊沢先生、説明できますか。でもまあ、これボーリングはあれですよね、宗教改革をしたマルチン・ルターが原型を作ったということは知っているんですけど、そこに引っ掛けて9から10になる理由は今パッと出なかったですね。知らないです。ということで、伊沢先生が初耳だったので、伊沢耳学に認定です。正解を
言いますね。はい、お願いします。もともとは9本を並べて、遊ぶナインピンという中世のヨーロッパの競技でした、うんうん、そしてそれがアメリカに渡って流行しましたが、賭博の道具になってしまってどんどん取り締まりが厳しくなって、うん、最終的にはナインピン禁止令というのが出されてしまいました。はあ、ああなるほどなるほどなるほど。9本がダメならじゃあ10本でということで1本足した、ゲームを作るとそれが再びブームとなってそのまま定着したという。はあはあはあ、なるほどなるほど。それでいうとあれですよね、あのトランプのスペードのエースだけあのスペードのマークがでけえのはかつてあのトランプが賭博の材料として課金というか課税されていた時にスペードのエースのみを税することでその税を測っていたので目立ちやすくするためにあのスペードだけでいけっていう。なるほど。はい、のがありますね。それでは次に参ります。はい、日本の中国地方の中国というのは国の中国とは関係ありません。ではなぜ中国地方と呼ぶのでしょうか。伊沢先生、説明できますか。ちょっと自信なさげな感じもしましたが、じゃあ説明をお願いします。ちょっとこれは、合ってるのかわからないですけど、まあ行ってみようという感じで。麻雀ファイトクラブなら調光ボタンを押してるところですね。これはだから要するに古代あの日本というものはそもそもその大和朝廷、近畿地方にある大和朝廷があって、あと九州も基本的に大勢力だったわけで、古墳時代とかにもあの九州は一大勢力でしたし、その九州と近畿の間、その二大大国に挟まれた地域ということで中の国、中国地方という名前になったんじゃないでしょうか。伊沢先生、その説明違いますね。うん、違うにしては結構迷いましたね今ね。どういうこと。惜しい、すごい惜しい、すごい惜しいんですよ。正解はですね、その2つの距離の真ん中ということではなくて、はあ、関西が中心だった、京都が都だったというのは合っていて、はいはい、そこから見て、近い距離、中くらいの距離、遠い距離というふうに、地域を分けていたんです、はあ、だから九州とか青森とかは遠い国と呼ばれていて、はい、で現在の中国地方とか静岡とかいうのは含めて、中国と呼ばれていて、それは現在その広島とかある方だけ残っているということで、あ、まあ、距離的に近い、中くらい、遠いという意味の中であって、うんうん、まあ、2つの点の中間という意味の中ではない。じゃあ僕 100% 間違ってますね、今のね。迷う余地もなく間違ってます、ね、なるほど、そうか。まあ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 、言われれば納得しますけどね。ちなみに、はい、近畿の近という字も、まあ、近い。ああ、そうかそうかそうか、機内に近いから近畿なんだね。そうですね。なるほどなるほど。まあ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 。あ、でもそれをヒントにあったらそうだな。それはすごく論理的ですね。そう考えると悔しいな。はい、まあいい、打率5割です。全盛期一郎よりあります。ということで、中国地方は中くらいの距離だったから中国。ほう。というのは、初耳学、あ、いざ耳学に。もう普通に初耳学でいいんじゃないですかね。今の間違い方するぐらいなら初耳学で、ね、もう伊沢先生の初耳学でしょ。そうしましょうね。あの伊沢耳学の意味のわからなさすごいですよ。では次に行きます。はい、お願いします。お化粧道具で口紅は赤が使われますね。おしろいは白が使われます。ではかつてヨーロッパで薄い青色のお化粧道具が使われていましたが、これはどんなお化粧をするための道具でしょう。伊沢先生、説明できますか。これはどんなお化粧ってのがまずその具体的に思い浮かべられないですね。どうだろう。まあ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 、ちょっとじゃあ戯れに行ってみていいですか。はい、死に化粧とか。あー、違います。違う。じゃあ、タームレに言わなくてよかった。今のはカットで。今のはカットで。今のはカットで。正解はですね、はい、まあ、中世とか近代のヨーロッパでは、うん、美白意識はすごく高かったんですね、うん、
とにかく白く見せたいと、うん、肌を白く見せたいという時に静脈の血管が見えているとそれが肌の白さを象徴していると際立たせるという意味でわざと筋を1、2本引いたりしていたということです。はあ、ああそれは面白いですね。本日の伊沢さんの成績は5問中2問正解でした。はい、まあ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 ですね。まあ最初に予防線張ったにしてはいい成績だったんじゃないですか。打率4割ですから1986年のバースより上ですから、ね、それでは、私伊沢からの挑戦状のコーナーです。今回もですね、皆さんに、僕から1問、今回の形式と同じような形で、出題させていただきます。ぜひ、ご挑戦いただければと思います。では問題出しますよ。問題です。オスメスの記号ありますよね。ニドランオス、ニドランメスについてるこういう尖ったやつとか、あとこう丸に銃みたいなやつありますよね。あれの由来なんですが、オスのあの尖った記号は盾と矛を表しているんですが、メスの記号は何に由来しているでしょう。どんなものに由来しているでしょうか。ぜひ皆さん考えていただければと思います。答えはですね、下にある概要欄、クイズノックの記事の中でですね、まあ、3択ぐらいにして出題しますので、ぜひそれをクリックして見てみてください。で、下の概要欄にありますフォームでですね、僕に出題する、イザミミ学というか、まあ、初耳というか鼻高だよね、鼻高を募集しておりますので、ぜひ、我こそはと思う方は応募いただければと思います。またこの動画だったりとかですね、他のコンテンツ、チャンネルに関してもシェアしていただいたりとか、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。特にシェアが嬉しいです。よろしくお願いします。それでは